トキワカンパニー代表の関根です。トキワカンパニー代表の関根さんと呼ばれている風間です。学び山君こと風間です。今日はあの実は2月24日の簿記3級の試験に向けて、あの風間先生にですね、これから3ヶ月間のサポートをお願いすることになりました。で、私とあと今取ってくださってる合同会社マイカの社長さん2人を簿記3級に受からせるためにですね、テキストはこれを使います。すっきり分かる。でさっきもいろいろアドバイスいただいて、119ぐらいのケースがあるので、それを1日5分ぐらいでいいから早朝とか寝る前とかに、まあ、パラパラ見たりとか、あるいは書いてあの覚えてとかいうのをやったらいいんじゃないですかってアドバイスをいただいたんですね。あとは、やっぱりそうやっても強制力がないと、ね、やらないんで、こう週末ごとにこう進捗確認だったりとかしてくださるということで、なんかね、どうですか、なんか浮かれそうな気がしますか、マイカさん。はい。なんか自信がなさそうですけど。じゃあ先生、なんかアドバイスとか最後に聞いたことがあります？はい、はい、あくまで今回 の, あのアドバイスといいますか、あのちょっとこうお話しした内容というのは自分のこれまでの経験に基づく話なので、ちょっとまあお二人にどこまでこう効果があるかについてはちょっとやりながらというところもあるかと思うんですけれども、でもお話聞く限りでは あんまり心配はしていなくて、あのこれでダメな場合は完全に私の責任かなというふうに感じております。なるほど、はい、自分は絶対資格に落ちたことがないわけですもんね。そうですね、あの私に関しては、はい、あの受かります。おー、かっこいい、かっこいい。プレッシャーをかけて。いやいや、でも僕らがやらないとやっぱりできないから、はい、そうですね、はい、ちょっとそこのところは、はい、あの自分もやりつつ、はい、お二人があの少しでも楽しんで簿記の方を勉強できるような形でちょっとサポートしていきたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれでは